どうも文人です。今日は YouTube スペース東京に来てます。六本木ヒルズの YouTube スペース東京に来てます。今日はハッピーアワー、そう、今からハッピーアワーに参加するために、今からハッピーアワーに参加するために YouTube スペース東京に来てます。そう、今から参加するんですよ。やべ、時間差の動画編集にしようとね。おたけ部の、おたけ部の、はい、どうも、国家機密特務機関セルルの最高総司令官の龍崎和馬だ。じゃあ今から行きましょう、ハッピーアワー。オッケー、行っちゃおうぜ。イエーイ、今からハッピーアワー行くぞ。これ時間差の編集で今から行くことにする。よっしゃ、今から行くぞ。今から行くぞ。全然お酒なんか飲んでないけど、今から行くぜ。一滴も飲んでない。お一人じゃないですか。あ、一人じゃないです。私全然こちらの、はい、こちらのメンバーで、こちらの方とこちらの方が、そうです。もっと人数いて、吉成さんという方がリーダーで、はい、たくさんいろいろやってるんで、はい、来てください。はい、います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。MTTP マイゲークリニックの人がいました。じゃあ文人 TV 最高。文人 TV 最高っす。バンドをやってる。そうですよね。じゃあ、はい、一応医療系ポップパンクバンドをやってます。医療系ポップパンクバンド。はい。これは何ですか。これはバンド。あ、ちょっと違うの。ちょっと違うよ。MIK クリニック成人さんで、文人ファンの皆さん、どうぞよろしくお願いします。高知キスクと。はい、ありがとうございます。文人ファンの皆さん。バンディさんがいました。はい、どうも。うわ、あれバンディさん、バンディです。あれ透明になっちゃった感じですよね。そうなんですよ。そうなんですか。はい、それじゃあ、女の人のおっぱいとか触り放題なんですよ。あ、なんか喧嘩打ってきた。痛い。これ映ってるでしょ、もう。いや、大丈夫です。大丈夫です。メガネだけって言ったのに。いや、唇、下唇だけ言ってたんで大丈夫です。はい、すっごいゾルだった。ありがとうございました。お、なんか埼玉の仙人さんです。なんかいろんなことでなんかいろいろやられている感じの。顔出し OK ですか。あ、顔出しもちろんもちろん。あれなんか黒くなりましたね。最近ちょっとダイエットでちょっと走ってるんで。伊佐野とか行ったりじゃないですか。伊佐野は残念ながらまだ行ったことないんで。じゃあもっと夏に向かってもっと黒くなってくるという。そうですね、松崎しげるさんぐらい。ああ、やっぱそこはやっぱそれくらい目指さないと、はい、やっぱりやるからには、はい、男ならやっぱり彼を目標に、はい、頑張ってください。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、UFO テレビのヨンコさんです。こんにちは。前は UFO テレビじゃなくてなんか何かそれって何、やたらそれなってるやつですか。そうだけど一瞬だけそれになってまた元に戻った、はいはい、ユンコさんです。UFO テレビです。どうもまた他呼んでくださいね。はい、まあ、勝手に行ったんですけど、はい、勝手に来ます。はい、MNTV のハルコンさんとリュウヘイさん、はい、あ、大丈夫です。顔出し大丈夫ですか。あ、全然大丈夫ですよ。はい、僕顔出しダメなんで。え、もうなんでですか。僕ちょっと秘密なんで。あ、じゃあ顔じゃなくて、じゃあ目と口と鼻は OK ですよ。あ、ちょっとダメです。それ顔じゃないですか。出たや文人さんチョーク。出たや。じゃあ口だけで、はい、出たや文人さん。ハルコンさん一物出しましょう。一物なんでやねん。一物はダメですか。ダメに決まってる。え、なにこれ。どっち。全然できない。全然逃げないぞ。何これ。全然逃げない。おい、メグインさん、なんかさあさあ、やった。なんか魔法の手使われたよ。使ってないですよ。使ってないですよ。使ってないですよ。メグインさん、罰ゲームいいですか。使ってました。え、どこにされんの。チンコ。あ、もうメグインさん、チンコ。何でもするんで。やだよ、だって今日ワイフいるんだよ俺。あ、そうなんす。今日ワイフいるよ。でもワイフには見せてますよね、チンコ。せっかくならワイフにも見てもらおうよ。ワイフさん呼びますか。ワイフでもどっちが可愛いかね。見ないな。
パッと見、パッと見ワイフいないな。私あのめぐみさんのチンコ見たことないんで楽しみです。はい、おい、映せねえよ、映せねえよ。いやー今ハッピーアワー行ってきたんですけどね、なかなか面白い人がいっぱいいてもうめっちゃ楽しかったです。あ、なんか、なんか特務機関の人がいるぞ。あ、でも特務機関じゃないですか。じゃあありがとうございます。じゃあ私もちょっと電車で今から電車乗って帰りますんで、はい、オッケー。特務機関の人はなんかすごいジェット機なんですよね。そうですね、行きますよ。はい、軍人でした。それじゃあ